しょ。みんなおはよう。ありがとうございます。朝、まあ朝9時半の、まあ朝かな、朝から付き合っていただいてありがとうございます。ちょっと朝のコーヒーを飲むためのお湯を今沸かしました。おはよう。今日はね、まあ、あ、すっごい、めっちゃ乾燥してる。最悪。まさか蓋が開いてるとは。冷蔵庫で低温発酵させたんですけど、やばい、蓋開いてたからめっちゃ乾燥してる。ピンチ。パンの生地発酵が一番ダメなんですけど、やばい、超膨らんでるけど、やばい、まあ、どうにかなるか。どうにかなるか。全然ね、こういう失敗するんで。なんかさ、パンめっちゃ焼いてきてるけどさ、全然未だに失敗するんだよね。ちょっとこんなにパリッパリになったのは初めてなんで、ちょっとうまく膨らまないとかあるかもしれないですね。まあどうせ食べるの自分だし、いいでしょう。あいよー、今日はここから形を作って二次発酵をして焼くところを配信でやります。いやー、ちょっと思ったより乾燥してんな。上からラップしとけばよかった。なんかこんなに膨らんだの初めてなんな、低温発酵で。いつももうちょっとおとなしいんですけど。タメさん、焼きそばパンありがとうございます。冷蔵庫の中ってめちゃくちゃ湿度低いからさ、ちゃんとラップとか乾燥しないようにしとかないと鬼乾燥するんですけど、まさか蓋が開くとはね。生地トゥルン、かわいいんだけど、今日は多分ね、固めのパンができるはず。その分量で作っているはず。せ、丸いのかわいいでしょ。これから最初から寝るのかと思った。あれ、この前の配信でなんか途中までやっとくって言わなかったっけ。言ったような気がする。コーヒー飲もう。よいしょ、お湯が沸いたぜ。おはようございます。最近はザ・ブレンド114を飲んでいます。本当はネスカフェゴールドブレンドの方が好きなんですけど、これはパパなんでこれくれたんだろう。全然覚えてないけど、何かでくれたので飲んでいます。でもこれもまあ美味しい。こ
これが飲み終わったらお待ちかねのカルディで買ったお豆があるんだ。 UCC も美味しいんだけどね。そういうの好みか好みじゃないかっていうだけの話だね。コーヒーとかね、紅茶とかってもう好みじゃないですか、完全に。おいしい。さあパン作りの続きやっていきます。こちらはスケッパー、あ、おはようございます。こちらはスケッパーというパン作りに欠かせない道具です。6個分の材料だったような気がするので6等分します。いやー、めっちゃ生地乾燥しちゃったけどうまくいくかな。結構不安ですね。よいしょ。まあ失敗したら失敗したですけどね。割とケロッとしてるっていう。ちょっと重さ測るか。酸味の強いコーヒーは苦手です。ああ、私も。でもさ、苦味が強いやつも苦手だし、酸味が強いやつも苦手だから、なんかバランスよくがやっぱ私は一番好きですね。なんだかんだうまくいくのがさやかちゃん。いや、それがさ、全然。ダメな時もあるのよね。人生そううまくはいかないもんだよ。467 6 6 7 7 8 7 0 7 0ちょっとか。70ちょっとで揃えたらいいのね。結構お菓子作りとかパン作り結構失敗するんだよね。やっぱね、失敗して上達していくってわけよ。よいしょ。まあ、今回はなんか誰かにあげるやつじゃないから全然いいです。どうせ自分の胃に入るんで。あいよー、丸め直します。あいよ、これさ、テロップで書いておかないとさ、マジで何やってるかわからんくない？さやの顔しか映ってないし、キッチンの手元と顔を同時に映すカメラの画角を研究しなくてはならない。パンイベ中なのでパン焼きま。えい。これで急に来た人も顔しか映ってない私を見て、あー、パン焼いてんだってわかるでしょう。なおねっつって、
みんな朝ごはん食べましたか？というか今日土曜日ですけど、みんな早く起きて偉いね。パン入り中にパンを焼く配信、なかなか配信者なかなかいない説。いないかな。でもいそうじゃない？パン焼くのってさ、結構さ最近メジャーになってきたくない？そうでもない？私がよく焼くからメジャーだと勘違いしてるだけ？パン入り中やからパン焼いてるのサイリンだけ。マジ？おはようございます。食べました。いいですね。朝ごはん、さやはまだです。やばい、かわいいぞ。よいしょ。まあ、今回のパンはちょっと膨らみが悪くてちょっと固めのパンに出来上がりそうですけど、食べれそうではあるんで強行突破します。スープに浸して食べれば一緒なんで全部。待って、みんなに丸め直した生地見せるね。今回ちょっとバターが入ってるから手がいちいちベタベタするぜ。初見です。初見さんありがとうございます。ごめんなさい、寝起きで顔がちょっとおぶすなんですけど許してください。光るな、こんな感じ。あ、おはよう。丸め上がった生地がこんな感じ。え、可愛くね？パンの生地ってやっぱさ可愛くないですか？めちゃくちゃ。これにちょっと今更ですがラップをかけて乾燥を防ぎながらベンチタイムを取ります。10分ぐらい。ベンチタイムは生地を休ませる時間ですね。生地今こねくり回されてちょっと傷んでるんで、ちょっと休ませてあげます。一回なんか適当な場所に置いておきます。よし、はいよ。え、まだ二次発酵じゃないです。パン焼いたことない。試してみて、パン焼くの楽しいよ。ハマっちゃうかもね。例えばこの世のパン屋人口を、パン屋じゃない、パン好き人口を増やしていきたいんだ。そんな野望を持っています。どうもおはようございます。ちょっとご見せてくるね。さあ待ってる間になんか別のご飯でも作ろうかな。幼い子には動物パンとか人気ある。そうですね、うちの甥っ子にさアンパンマンのパン作ってあげたことあるそう。キッチンでなんか挟めるとかある？スマホ用フレキシビルアームスタンドを使ってて便利。いや、なんかさ掴むとこがないんですよ。私もねそれ試したいなと思った時があるんですけど、
うちのキッチンなんか掴むところがマジなくて、そうアームスタンドがねちょっと使えないんですよね。そうなんです、ありがとう、優しいね。サインのショールーム見てパン作り始めました。あ、嬉しい、イエイ、あいよん。今日髪の毛が決まってないの。何パンが作りやすいかな、ママにしようって言ってみる。なんかお家にさ、オーブンレンジみたいなやつありますか？オーブン機能がついてる電子レンジとか。もしあれば、何でも作れるけど、なかったら、なんかフライパンで焼けるパンとかあるのね。だからそういうのも試し、ちょっと調べて試してみて。ラジオで聞いてるけど調理の音は心地よい、嬉しい。あ、あるの？じゃあ何がいいかな、何が簡単だろう。もしナンとかが、カレーに合うナンとかが好きだったら、結果的短い時間で作れるから、ヨーグルトとか必要だけど試してみるといいかもね。割と簡単め。あと何が簡単かな、まあ、あとは普通にあのハイジの白パンってよく呼ばれるんだけど、白っぽい丸っこいパンがやっぱ一番こうシンプルで普通に美味しくて簡単だからおすすめです。吸盤式もある。あ、そしたらね、磁石式のやつがあったら嬉しいかな。電子、違う、なんだこれ、冷蔵庫、冷蔵庫にくっつけたらいいかもしれないね。昨日よりは決まってる説間違いない。昨日はもう雨で髪の毛うんってなってたからね。同じのとはいかないけど真似して作ってみたい。マジでみんな一回パン作りしてこうハマってみてほしいな。試してみる。普通のカレーは嫌いだけどキーマカレーは好き。普通のカレーが嫌いな子いるの？初めて出会った、わお。まあキーマカレー美味しいよね、わかる。うちのパパがねキーマカレー大好きだよ。パンの話聞いてたら食べたくなってきた。食べちゃえ食べちゃえ。さあ昨日ね、ビドフランスでね、パン買ってきたの。なんかビドフランスに寄りたくなっちゃって、なんか最近、ビドフランスのパンにハマってて、うまいんですよ。あそこ確か山月パンの系列なんですけど、詳しい。さやかちゃん詳しい。そう。めちゃくちゃ美味しくて、まあ、ちょっといい、ビドフランス結構いい値段するんですけど、そこでパンシェルジュがちょっと出ちゃいます。ちょっと指鳴らなかった。出ちゃいますね。学んだことが。ビドフランス載ってたんでテキストに。何の話してたっけ？忘れちゃった。あ、そう。ね、今日ね、さやさん、ちょっと映ってないんだけど、食べっ子動物のね服着てんのね、可愛くない？これもらいました、ありがとうございます。食べっ子動物のね着てるんだけど、なんと手元に食べっ子動物があります。イエーイ、合わせて買ってきたんだ、ウケるくない？意識高キャワ。食べっ子動物久しぶりに食べたよね、美味しかった。さてもうちょっとか。それは即完売した。そうなの、やっぱ人気だったんだ、可愛いもんね。どの形が一番好きかな、なんか全部書いてあるんだけど、どれが一番好きかな。ダックかな。あ、ドッグかわいい、ワンちゃんかわいいわ、ワンちゃんが好き。これそう、やっぱ人気だよね。今日の稽古に着ていきたいと思っています。みんなに見せびらかす、そんな見てとはやらないけど、これを着ていきたいと思います。二次発酵中にちょっとおかず、全然関係ないおかず作ろうと思っています。作り置きしておかないと
帰ってきてから作る元気ないから、いつも稽古なんか舞台稽古中ってさ、コンビニご飯食べがちでさ、肌も荒れるし、なんか元気出ないし、よくないんだよね。おはよう。コンビニご飯はなんか体力を吸い取られているような気がする。だってさ、いつもさ、低脂肪乳をさ、スーパーに買いに行くんだけどさ、スーパーに行く元気なさすぎてさ、セブンで買ってるからね、この前のやつ。元気なさすぎ、なさすぎです。今日漂流しに行くのに電車の時間とか全く決めてなくて、あ、いつも電車で来てたの？遠くない？見習から。あら、まあ、おはよう。それは大変だわ。まあね、でもあそこのさ、電車さ、15分に1本ぐらい来るよね。意外とね、田舎だと思ったら意外と本数あって便利なんですよね。猫パン作りたくて猫パン型を注文してしまった。あ、最高。さえもさ、猫パン型1個持ってるんだけどさ、今持ってるやつじゃなくてさ、なんかもっと使いやすい猫パン型があるんですよ。それが欲しくて買おうかどうか悩んでるけど、でも猫パン型持ってるしなって今すごい悩んでます。明日初推しの友達の付き添いで日帰り漂流。マジ日帰り愛媛？日帰り愛媛の先輩の私からするとすごい足むくむからマッサージいっぱいしな。あいや、そこ電車で来てたんだね。遠いとこからありがとうございました。本当に、おはよう。愛媛楽しかったですな。さて、そろそろベンチタイムが終わったということで、発酵の準備しよう。サリの時も日帰りしてる。あ、そうなの？やば、日帰りで来てくれてたっけ。もうみんなには愛媛までの移動の苦労をかけました。ちょっと真ん中十字に切っちゃおっかな。すいません、ニュアンスで全部パン作りしてるから、パンの焼く時間とかあんまりよく分かってないんだよね。このパンレシピ途中から見てないっていう。今までの経験でなんとなくこんなもんだろうってやってる。丸パンってどんぐらい焼くんだっけな、忘れちまった。はい、あー、こんな感じで中央に十字の切れ込みを入れました。発酵させます。二次発酵、二次発酵は一回り膨らむまでですね。画面に映らないでどこで喋ってんねんって話ですけど、40度で15分とかにしとくか。あ、いや、遊びに来たよ、ありがとう。マジでアパート契約したかったレベル。いや、そうだよね。じゃあちょっとね、パンの出来上がりを待ってる間に全然違うものを作っていきます。この前アスパラ買ったんですけど全然料理できてなくて、そろそろ痛みそうなので使います。あと豚肉解凍できてる？昨日の夜冷蔵庫に移動したけど、ちょっとできてないけど、まあ大丈夫だろう。アスパラを切っていきます。アスパラの肉巻き作ろうかなと思ってて、メキシコ産のアスパラガス。なんか昔さ、アスパラ好きじゃなかったんだけど最近好きです。でもさ、みんなさ、アスパラのこのさ、頭の部分好きでしょ。私アスパラの頭の部分好きじゃないんだ、あんまり。茎の部分の方が好きなの、未だに。それはもう未だに変わらずですね。
ちょっと時間経っちゃったけど、痛んでないな。大丈夫そう。よかった。おはよう。頭ちぎっちゃった。ちょっとアスパラのこの根元の部分をピーラーで、ちょっと硬いんでね、ピーラーで削ぎ落としておきます。先の部分は歯ごたえがあっておいしい。本当になんかちょっともさもさしてない？まあ、食べれるけど茎の硬い方が好きなんだよね。ブロッコリーもさ、あの下の方の硬い方が好きなんだよね。アスパラとブロッコリーってちょっとなんかニュアンス似てない？最近は何の野菜が安いんだろう。なんかどれもこれも高いような気がする。一時期ねレタスめっちゃ高かったけど、最近やっと買えるようになってさ、野菜の高騰には勝てませんな。まあコンビニでご飯買うより絶対安いんでね、コンビニで買うのをやめてから野菜の高騰を言えって話なんですけど、アスパラ好きだけどブロッコリーあんまり。嘘。なんならさ、ブロッコリーの方が好きなんだけど、茎のニュアンスは似てるかも。確かに。アスパラの方がちょっと筋張ってるような気はしますね。ちょっと5センチ幅ぐらい切ります。メロンパン、ありがとうございます。おはようございます。皆さん、よし、豚肉、そう、肉巻きを作ります。冷凍してた肉なんでちょっと色が悪いですけど大丈夫です。お茶屋さん、フルーツサンドありがとうございます。なんかさ、先生さ、この前も言ったんだけどさ、人生でまだフルーツサンドというものを食べたことがなくてさ、フルーツサンドで美味しい店があったら行ってみたいなと思っているんだけれども、でも絶対生クリーム途中でさ、なんかもういらんってなりそうでさ、まだフルーツサンドに手を出せてない。スタードクリームとかで自分で作っちゃえばいいのか。とりあえず自分で作ればいいと思ってるっていうね、何でもかんでも、何でもかんでも自分で作ればいいと思っている。これ逆向きの方がいいか。カスタードで売ってるところもある。あ、そうなんだ。調べてみたらいいね。最悪自分で作ればいい。すぐ自分で作ろうとするんだから本当に。ちょっとフライ何でフライパンに並べていこう。あ、10時になったような気がする。10時です。ももちゃんが配信でフルーツサンド食べてた。あ、そうなんだ。どこで買ったんだろう。コンビニにあるのはじゃあどうでしょうね。いや、なんか昨日コンビニにあるのも買おうと思ったんだけど、なんかせっかく初めてのフルーツサンドはなんかちょっと有名なパン屋さんとかさ、それが自分で作るとか、こうちょっとこう特別感のある感じで食べたいなと思ってカゴに入れるのをやめたんですよね。作ればいいという、確かにTOKIO さんみたいな考えだね。確かにね。
生クリームよりカスタード派。あ、結構カスタードのカスタードのフルーツサンドもそのあるんだ巷に。私のように考える人がまあいるってことだね割と。何のフルーツ挟みたい？なんかいちごとか王道じゃない？え、わかんない、何が挟ま、何でも挟まってるよね。キウイとかいちごとかキウイとか、あと何入れたら美味しいかな。みかんのやつとかもあるよね。いろいろ入れたい。ブルーベリーとかも挟みたいし、盛りだくさん、盛りだくさんサンドにしたいな、作るとしたらね。シャインマスカット高いけど美味しい。いやー、シャインマスカットをさフルーツサンドにして食べるってさ、むっちゃ贅沢じゃない？普通に食べたくなっちゃうよね。まあ今年去年か、去年さシャインマスカット何キロ食べた？ 3 キロぐらい一人で食べたけどね。食べ過ぎです、贅沢しました。カスタードクリームでシュークリームを食べたくなった。わかる、シュークリームね、カスタード入ったやつ大好き。で最近ダブルクリームの増えましたよね、生クリームとカスタードどっちも入ってますみたいなやつ。こんにちは。なんかうち親戚にっていうか、なんか知り合いにシャインマスカット農家の人がいるから、めっちゃ安くね買わせてもらったんですよね、今年、去年でした。まだ2021年にいる気持ちでいるわ。長野パープルも今年いっぱい食べたよ。長野パープルも美味しいよね。なんかさ、果物とかってさ結構そのままで食べるのが好きな人だからさ、なんか何かお菓子作りとかに使っちゃうのもったいない気がしちゃってさ、こうもったいないなってちょっと思っちゃうっていうところがあります。でもそのままで食べ続けてるとさ、やっぱ飽きるタイミングが来るからさ、いや、ケチらないで材料として使うのは賢いよね。そう、でもさ、パフェとかで食べるのも美味しいのよね。ちょっとこうケチっちゃう、貧乏症が出てしまいますな。貧乏ではないんだけど、貧血ではあるが貧乏ではないんだけども、ちょっとこう出ちゃう。パフェね、パフェ食べたいな。パフェ途中で飽きちゃうんだよね。パフェってさ、最後までさ 120% 美味しく食べれたこと一度もないんだけど、みんなパフェって食べてる途中で飽きません？なんか最初のさ3口ぐらいはさ、マジでうわ美味しいこのパフェみたいななるけど、途中からさ、なんかあ、味変がしたいって思い始めちゃうんだよね。美味しいんだけれどもみたいな。飽きたことない、マジ？じゃあちょっと私が飽き性なだけかもしれない。けんさんこんにちは。ごめん、私が飽き性だったかも、ごめん。ごめんなさい、ちょっとめんどくさいんで卵焼き器で焼こうと思います。アスパラの肉巻き焼いていきます。ちょっと、タレあるんだよな、なんか、あ、味噌が落ちた。なんか前に使った何、レタスを美味しく食べるために作ったタレがあるんで、ここをかけていきます。使ってあげないとね、ちょっと
なんだ、スプーンか、スプーン、スプーンでかけていこう。千匹屋のパフェは飽きないほど美味しいぞ。千匹屋のパフェはうまそう、確かに。味薄いかな、まあ、いけるやろ。海苔で行こうとしてる。ちょっと卵焼き器用の蓋はないのでアルミホイルで蒸し焼きにします。よいしょ。こんにちは、ちょこっと見に来て、やっほー。こんにちは。今ね、パンの発酵待ちで暇なのでね、なんか別の料理をしています。強いかな。こんにちは。ホームベーカリーで作る時でも予備発酵するようにしたらどんなドライイーストでも成功するんだった。予備発酵さ、割と大事だよね。めんどくさいから結構サボるけど。えらいね、ちゃんとやってて。あ、でも人にあげるパン作るときはやるかも。なんかさ、やっぱ自分用のパンめっちゃ手抜いて作ってるわさ。そうやって考えると食えりゃいいと思ってる。適当すぎる。ケロンさん、メロンパン、猫ちゃん、サンドイッチ、フルーツサンド、すごい。ケロンさん、いっぱいありがとうございます。インドみたいな人だ。焼きそばパンもケロンさんいっぱい投げてくれてありがとう。ありがとうの舞。なんか20万ポイント達成しそうですよね。ありがとうございます。なんだっけ、20万ポイント達成したらお皿がもらえるのか。イエイ。腹に入ればみんな同じ。そう、それなりに美味しくて美味しいものだったらお腹に入れば全部一緒ですね。適当すぎ。おちゃむさん、焼きそばパンありがとうございます。嬉しい。でもさ、なんかその今回のイベントのギフトにも牛乳があるけどさ、私牛乳単体で飲めないからさ、なんかパンには牛乳ってなんかこう通説があるじゃないですか。パンと牛乳が合うと思ったこと人生で一度もないんだよね。パンが苦手、あ、牛乳が苦手だから。こんにちは。パンには牛乳なのよ。いや、うちのママと兄ちゃんみたいなこと言うじゃん。いや、そうなんだよね。正解だと思うよ、正解だと思う。でも私が不正解だとは分かっているんだけれども、ちょっと肉ひっくり返します。私が不正解なのはもちろん分かってるけど、牛乳飲めないんだよね。全然さ、パンと麦茶とか謎の組み合わせで食べてたからさ。そう、こんにちは。パンと水分は合わないという固定観念から逃れられない。でパンってさ、よく、まあ、私は全然余裕なんだけどさ、パンってこう口の中の水分奪ってくじゃないですか。だから牛乳とかでこう潤いを保つみたいなね。アンパンに牛乳は鉄板。あの、よくある刑事さんが張り込みするセットね。パンって牛乳入ってないの？あのね、牛乳を入れるレシピもあるし、入れないレシピもあります。パンはね、基本的に粉、塩、ドライイーストと水かながあれば焼けるんですよ。それプラス
栄養価を高めたりとか味をこう美味しくするために、まあ、卵入れたり牛乳入れたり、砂糖入れたりバター入れたりいろいろアレンジはあるんですけれども。こんにちは。でもさ、甘いパンだったらコーヒーとの食べる、あ、コーヒーと食べることが多いかな、甘いパンの場合は。こんにちは。でもいろいろそのパンの、ね、材料にもね、いろいろその役割があるんですよね、実は。卵とか入れるとパンの劣化が防げる、あの劣化しにくくなるんですよ。劣化っていうのは味が落ちるってことなんですけど、そう、落ちにくくなったりだとか、まあ、塩を入れなかったら膨らまないから絶対失敗しちゃうとか、入れすぎたらベタベタする生地になっちゃうとか、それぞれあるんですよ。まあ、これはパンシェルジュで学んだんですけど、私今までそのどれがどの材料にどういう力があるのかとかあんまり知らないで使ってたんですけど、勉強すると面白いですね。あ、そのために入れてたのねみたいなね、学びです。日々勉強です、パン作りも。こんにちは。第2弾焼きます。第1弾はこんな感じ。全然映ってないんだけど、全然映ってないんですけど、ちょっと待って、一回ちゃんと第2弾の蓋をしたらちゃんと見せますね。このタレを使って美味しくいくかどうかは全くわからないんですけど、まあ、味が薄かったら後でタレでも塩でも振ればいいんで、あの今創作料理みたいなのやってる。料理はね、試してなんぼです。まずいタレ使ってないから美味しくなくなることはないと思うんだけど、味が薄いということは生まれそうだな。アスパラ肉巻き、むっちい匂いする。なんか屋台の匂いする。うまそうなんでこんにちは。イースト菌の量が難しい。まあ、いっぱい入れたらすげえ膨らみやすくなっちゃうし、入れなかったらいっぱい発酵させなきゃいけないって感じですね。パンには牛乳しか勝たん。あの相性がいいのだろうなということは想像はつく。でもちょっと牛乳が飲めないっていうね。カフェオレとか味がつけば飲めるんですけど。さあ、ちょっとパンの様子見ます。ブランドに来ているような気がする。とりあえず二次発酵入れるときラップするの忘れたわ。まだ乾燥させてる。今回のパン生地さ、死ぬほど乾燥させてるわ。パンに乾燥は大敵なんですけど、やってんなやってんな。私発酵するときに水分蒸気は出てるけど、やってんな。まあまあまあ、そういう時もある、そういう時もあるんですよ。何度で焼こうかな。180度で15分。うわ、丸パンどんぐらい焼いたらよかったか忘れちゃったな。15分ぐらい焼けばいいか。何度がいいかな。180度ぐらいだろ。ニュアンスでいきます。こんにちは。ニュアンスでいきます。
そういえば今春だから山崎春のパン祭りとかちょうどやってんのかな。やったことないから全然知らないんだけど。今ぐらいの髪型がちょうどいい感じ。嘘、今日結構起きたまんまだけどね。パンは皮が好き。あ、耳の部分ですか。まあ、美味しいよね。なんかさ、自分で焼くとさ、あの流通している食パンにはついてないけどさ、一面耳の部分が生まれるじゃないですか、この端っこの部分。普通のパンはこの耳だけがこうなるけどさ、端っこの部分が自分で焼いたりとかパン屋さんで一気に買ったりするとつくじゃん。あの部分がさえは好きなんだよね。買ってって食べるのが好き。はい、お肉できました。これは作り置きにしといて、まあどっかの夕方、あの 夜ご飯、夕飯にでも食べます。さて、そろそろね、こんなお肉を作っている間に二次発酵が終わるんですよ。いや、今日洗い物地獄だなこれ。もう洗い物好きじゃないから洗い物だけしてくれる人欲しい。洗い物をしてくれる人募集中です。洗い物までが料理だとは言いますけれども、洗い物はやっぱりめんどくさいものですね。こんにちは。セリは年中パン祭りですか。ま、年中パン焼いてるから年中パン祭りかも。そういう意味では、そういえばあれってどう使われてるの。パンの耳の部分とかさ、あれじゃない、まあ、パン屋さんだったらね、めっちゃ安くパンの耳で売ってたりとかラスクにしたりとかしてるけど、確かに工場で生まれたパンって何になってんだろうね。そういえば知らない、そういえば知らない。よし、意外と乾燥してません。なんと私のオーブンレンジが優秀でした。ちゃんと蒸気を出してくれてた。ちょっとオーブン温めます。余熱余熱。ごめんなさい、ジャンジャカジャンジャカうるさくて、で手動オーブン余熱あり1段、180、15分。まあ、ちょっとね、焼き方足りなそうだったら後であの焼き足すんで、一旦ニュアンスでやりたいと思います。パンの耳、家畜の飼料にあったりしてるし。あ、そうなんだ、なるほどね。人間の食べ物に全てがなるわけじゃなくて、家畜の餌とかになってるんだ。へえ、初めて知った。いいね、そのになんか日本人の無駄にしない精神大好き。私どうにかして捨てずに使ってやるっていう気概が私は大好きです。日本人の、あ、ま、海外でもね同じようなことしてるとは思いますけれども、そういうとこいいですよね。こんにちは。今ラップしたんですけど膨らんだんでね、さっき切り込みの部分がまた膨らんで可愛い形になりました。イエイ。さあ成功するんでしょうか。あんま膨らまないかもね今回。割とこうギュッとしたパンになりそうです。大丈夫。今回は味付けは特にしなくてシンプルめなパンなので、まあ今ねジャムが余ってるんでジャム塗って食べたりしようかなと考えております。立山研究さん、猫ちゃんありがとうございます。また猫食パン焼きたいな。パンの耳から揚げ物の粉作るの
実家の役、いや家族の役割だった。すごい。自家製パン粉使ってたんだ。すごいね。パン粉今さ家にあったっけ。そういえば使わない、全然使わないから全然買ってないけど、あるわ。たまに使いたい時あるよね。なんかさ今粉だらけなんだよな今。うん、全粒粉も使っちゃわないとな。これこれいつまでですか。8月まだ時間あった。粉だらけ使っていかないとね。お皿ゲット。お、20万ポイント達成ですか。みんなありがとうございます。感謝感謝、イエーイ。嬉しい。お皿嬉しいな。結構さ今回のお皿デザイン可愛かったんだよね。嬉しいです。ありがとうみんな。これからパン焼いたらその皿で食べるぜ。嬉しい。なんかパンのなんか30万ポイントのさパン屋さんのパン2週間分みたいなあれらしい。商品券的なパンと交換券みたいなやつをもらえるらしい。だから絶対ビドフランスで買おうと思う、心に決めてるんだ。もしもらえたらね。達成した暁には絶対ビドフランスで。最近ビドフランスでパン買ってめっちゃ次のパンの研究ずっとしてる。あ、次こういう焼き方したら似たようなの作れて美味しいかなみたいな。いやパン屋さんのパンを買って食べるのはかなり勉強になるなということを思った。なんか今まで全然パン屋さんのパン食べてこなくてあれだったけど、やっぱプロが作ったりそのプロが考えたパンはめっちゃ勉強になる。北山研究さん、フルーツサンドありがとうございます。サンドイッチも北山研究さんありがとう。みんなはどこのパン屋さんのパンが好き。北山研究さん、焼きそばパンありがとうございます。わかんない、みんなチェーン店のパン屋さんって好きなとこあるかな。あの、名前どうするでした。ポールとかなんだっけ。あー、この前サイが行ったとこ、あー名前忘れちゃった。なんだっけ、なんか6文字ぐらいのカタカナのところ、あの赤いイメージのとこ、あーすっごい忘れた。あ、ちょうどオーブンが、あ、そう、ポンパドール。え、天才、なんでわかったの。私の脳内見たん、すごっ。ちょっと焼いてきます。すごい天才がいて、すごいポンパドールだよ。ポンパドールすっきりした。レッツゴー。あ、アンデルセンもいいね。ドンクのミニクロワッサンは食べちゃう。え、わかる。ドンク美味しいよね。ドンクは第二次フランスパンブームを巻き起こした場所だったような気がする。第一次だったかな。忘れちまいました。うろ覚えですもん。こんにちは。みんなの好きなパン屋さん。まあでもなんだろう、地元密着型のパン屋さんもいいよね。あのさ、長野にさ、めっちゃ好きなパン屋さんあるんだけど名前忘れちゃったんだよな。なんだっけな、有名なパン屋さんがあるんだけど、あ、もちろんあの善光寺の通りにある、あ、また名前どうしたメロンパン屋さん、なんだっけ、あ、アルテリアベーカリーも好きだけど、アリアテリアさんも好きだけど、なんかもう一個ね、なんか好きなパン屋さんがあって、ちょっと名前忘れちゃったんで思い出したらまたみんなに言います。もう思い出せなそう。こんにちは。さあ、パンが焼くのを待っています。パン屋さん巡りはかなり最近楽しいですね。そんな言うて巡ってないんですけど、一個行きたいパン屋さんがあって、この前メンバーが誰か食べてたんだけど、
なんだっけ、トリュフの入ったパンみたいなやつがあって、なんだっけな、なんていうパン屋さんだったか忘れちゃったんだけど、トリュフ塩パンみたいなのを売ってるお店があって、どこだっけ、三軒茶屋とかにあったかな、あー何にも覚えてないじゃん、ちょっと後で調べよう。なんかそれがすごいなんか最近有名らしくて、なんか トリュフが入ったパンって何と思ってめっちゃ気になってて行きたいお店ですね。あとね、横浜にもね、なんか行きたいパン屋さん1個あってね、あー名前忘れちゃったな、 いっぱい行きたいところがありますね。そう、いろんなパン屋さん巡りをしたい。なんか作る方も好き、作る方が今までは好きだったけど、最近はパン屋さんのパン、美味しいパンを食べるのもかなり好きになってきて、パン好きが加速しているような気がする。焼くだけじゃなくてパン屋さんでパンを食べる、買うのも好きになってきて、パン好きという幅が広がったような気がしますね。ちょっとパン見てくるわ。いい感じじゃない？いい感じかも、いい感じです。ちょっと一回さ、配信止まるかも、ごめん、めっちゃループするかも、みんなちょっとめっちゃループするかもしんないけど、みんなちょっと待ってて、一回ちょっと待ってて、すいません、ごめんなさい。あ、真っ暗になった、仕様が変わったのかしら、ごめん、ちょっと不手際がありまして、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさいね、携帯ちょっとシュシュンってやってました、ごめんなさい、お待たせしました。サリーのパン作り見てたら、パン屋さんで売ってるパンって安いなーってなる、え、めっちゃ思うそれな意外とパンってさ、工程多いしさ、めんどいじゃないですか。だからパン屋さんであんな美味しいパンをさ、安く買えるのって優秀だよね。おかえりただいまです。倒しちゃった、え、ちょっと待って、やめてよ、さやの汚いキッチン映すの。こんにちは、今汚くないかな、あんまり今あんま汚くない、ちゃんと綺麗にしたわ。仕事中だけど少しだけ見に来ました。お、お仕事お疲れ様、ありがとう。さて、そろそろパンが焼けるんじゃなかろうか。さやかちゃんもお腹は空いたよ。あ、めっちゃ膨らんでる。全然失敗じゃないわ。めちゃくちゃ膨らんでいるわ。イエイ。一安心だ。よかった、よかった。よかった、よかった。危なかったぜ。あと5分ぐらいで焼けます。どうにかなりました、セーフ。今10時半でしょ、1時間ぐらい経ったのか、10時半、まあ間に合うな。この後ね、お稽古があるんですけど、間に合いますね。まあでも今日こそは駅まで走らないで行けるように家を出たいですね。最近毎日家から駅までガンダッシュしてるんだよね。やばい、電車に遅れる、乗り遅れちゃうって言って駅まで猛ダッシュしてる最近。毎日走ってるよ。なんか健康かも、むしろ。
むしろなんか強制的に運動して健康かもしれないけど、ゆっくり駅に向かいたい。なんかその駆け込み乗車はしたくないんですよ。迷惑はかけたくないの。だから駅に1分ぐらい余裕を持って着けたいのね。だからねめっちゃダッシュするんだよね。駅までの道めっちゃダッシュして、駅の中でこう猛ダッシュしなくていいように着きたいの。でも家を出るのがギリギリになっちゃうから、駅までの道マジでもうガンダッシュしてますね。レッスン前に体力使っちゃう。江坂もさ、稽古場着く頃にはヘトヘトなんよね、走りすぎて。はぁ、あ、疲れたっつって電車乗った時に絶望してる、疲れすぎて。三軒茶屋パン屋でくぐったけど、サイリンがさっき言ってたパン屋さんってトリュフベーカリーかな。あ、多分そうそうそう、多分三茶にありますよね。三茶への行き方が分かんないんだよね。で、三軒茶屋ってどこにあんの。三軒茶屋ってさ、なんかよく聞くじゃん、よく聞く、なんかおしゃれタウンみたいなさ聞くけど、マジでどこにあるか分かんないし、どうやって行くかもよく分かってない。東京の地理未だによく分かってないんだけど、どこに何があるか全く分からん。私が知っていることといえば、新宿と渋谷が意外と近いってことしか分かんないな。駒沢の方、駒沢が分からないんだよね。渋谷から二駅ぐらい。あ、渋谷から近いんだ。なるほど。でも渋谷がどこにあるか分かんないんだよな。なんか東京の地図で渋谷がさ、どの辺にあるか分かんない。上野と秋葉原もめっちゃ近い。あ、さ、一回歩いたことある。上野から秋葉原、じゃあ秋葉原から上野かな、歩いたことあるけど意外と近くてびっくりしちゃった。あ、全然近いじゃんと思って。そうだ、さやは知ってるわ。上野と秋葉原が意外と近いことも知ってるわ。まあ、なんで今日は走らないで家を出たい。例えばさ、家から駅までさ、15分でぴったりなんですよ。15分前に家のドアを開けたら、もう本当駅のホームに着いた時に電車が来るみたいな感じなんですけど、いつも13分前とかに家を出るから、こうダッシュしないと間に合わなくなるんだよね。そう、いつもダッシュしている。渋谷ブラブラ歩いてたら原宿に着いてびっくりしたことある。近いですよね、渋谷原宿。普通に 1.5 キロぐらいしかなくない。レッスン前にね、そう疲れてるね。 2,3 分の差めっちゃでかい、マジで。めっちゃダッシュしてる、いつも。しかもその15分がマジギリギリなの。15分前にこう家のドアを開けて、はい、まあ私結構早歩きなんですけど、早歩きしてもうちょうど乗れるの。もうホームで待つことなくちょうど乗れるのが15分前だから、まあ、15分前に遅くも出ないといけないって時間なんだけど、私の中でそう15分前に出るって考えてると2分ぐらい絶対遅れちゃうんですよ。だからダッシュしないと乗れないっていう。そろそろ学べよってことなんですけど、マジで毎回やってる。毎日あー2分出るの遅れちゃったって走ってる。余裕を持つなら18分前とかに家を出なきゃいけないんだけど、15分前いや無理なんだよな。なんでなんですかね、マジ。毎回やってんのアホすぎない？20分前に出たらええやんか。いやね、それができたら苦労しないんですけどね。心配性だから15分かかるなら20分前に出るようにする。そうですね、それが絶対できないの。5分前に家を出るとか絶対できない。だって5分駅で待つ時間もったいないじゃんって思っちゃうから。絶対にバカなんだけど、さやかちゃん絶対にバカなんですけど、5分駅で待つのもったいないからギリギリに出たいんですよ。でもギリギリに出ようと思ってると2分ぐらい遅れちゃうんですよね。
難しいな。なんかしっかりしてるように見えて意外とズボラやね。そう、全然ズボラ、全然ズボラです。ズボラっていうか結構なんか無駄が嫌いなんですよ。駅で待つ5分間が本当にもったいなく感じちゃって、ギリギリまでこうお家にいたいっていうね。まあ、お家にいて何かするかって言ったら別に何もしてないんだけど。それで走らなきゃいけないのも辛いじゃん。あー、ごもっともな意見が来ちゃった。ごもっともすぎて何も言えない。みぞおちに食らった気分。こんにちは。まああのね、田舎の駅だったらさ、駅着いてからさ、それこそ沼浜ルーマンの MV のひーちゃんみたいにさ、なんかバキバキにこうやって踊ったりしててもいいけどさ、都会の駅ってさ人いっぱいいるじゃん。だからこうするしかないっていう。こんにちは。いやからその15分前に家を出れれば全ての問題は解決するわけ。走らなくていいし、駅で待つ時間も生まれない。15分前に家を出れば絶対に解決なんですけど、15分前に出れないんだよな。おかしいな。なんでかな。なんでかな、本当。2分絶対遅れちゃうんだよね。時計早めよ。でさ、携帯の時計で生きてるんだ。家にさ今さ電波時計と電波時計しかないわ。電波時計しかない。玄関にアナログ時計、2分ぐらい早めたアナログ時計置いとけばいいのか。あ、終わった。どうですか？追加の焼き必要ですか？絶対にいらないし、すごい膨らみ、カービィみたいな膨らみ方してる。ちょっとみんな、カービィみたいな膨らみ方してるよ、パンが。ちょっと待って。よいしょ。なんか紙袋隠しちゃったけど。え、カービィになった。はあ、すごい光ってるわ。ちょっと待って。撮ってみせたらいいかな。重い重い。ちょっと、あ、フライパンのせいで置く場所がないわ。ちょっと一回、よし。ほら、カービィみたいな膨らみ方しちゃった。ちょっと網に乗せていきますね。よし。最近買った新たな網。うん。待ってね、みんな。今カービィパンを網に移動させてるから。えい。こんな感じ。これでここつけると光っちゃうんだけど。ああ、いい見え方。かわいい。成功でした。意外と成功。ちょっと思ったより膨らんだな。やっぱでも膨らみ方がね、やっぱこう、乾燥させちゃったからちょっといびつにはなっちゃったんですけど、これ味はうまいんで大丈夫です。味は美味しいんで。オールオッケー。美味しそう。なんかさ、なんか映えるお皿ない？プーさんのお皿でいっか。
暑いまだ手で持つには暑いな。トングを、トングをシンクの中に落としました。手でいきます。はい、 OK。 こんな感じでカービィみたいな膨らみ方しました。ブルーベリージャムとかつけて食べたい。皆さん聞いてください、ちょうどブルーベリージャムがうちにはあるんですよ。かわいいね、愛おしい我が子。眠くなっちゃった今急に。よいしょ、焼きたて食べますか、せっかくですからね。ちょっとフライパンをシンクに移動させて、手元を開けます。こんにちは。ちょっと熱いな、まだ触れないわ。ちょっともうちょっと粗熱が取れるまで待ちます。まだ食べれない、ちょっと熱すぎ触れない、あちちってなっちゃう。でそろそろね、配信終わりにしないとね、準備しなきゃいけないんだよな。あーつ、ちぎりたいのにちぎれない、うん、くそいやーちょっとちぎれない熱いいやーダメだな。熱すぎ、なんだこれ。焼きたてパンってね、そういうとこあるよね。あーダメだ見せれそうだったのに今。なんかこんな、あ、ちょっと光っちゃうな、ちょっと待って。なんかこんな感じでしっとりふわふわです。よくね、いい感じ、ふわふわになった。今回バター入れたからやっぱ柔らかめの生地にはなったな、結局いい感じ。この見える湯気でこの暑さがわかると思います。めちゃくちゃ暑いです今。美味しそう。ということで立山けんけんさん、フルーツサンド、サンドイッチ、焼きそばパン、焼きそばパン、サンドイッチ、フルーツサンド、猫ちゃん、メロンパン、すごい、なんかめっちゃ投げてくれてる。4567890、すごいタワーだ津山けんけんさん、パン大量タワーありがとうございます。ありがとう津山けんけんさん、嬉しい。ちょっと味見してみますね。いただきます。あ、うまっ。うん、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 うまっ。なんかちょっと乾燥しちゃったしどうなるかなって思ったけど、めちゃくちゃ美味しいじゃん。意外といけたわ。なんか食感もめちゃくちゃふわふわだし、味も美味しい。焼き加減も適当に温度と時間を設定したのに完璧だった。やっぱ物事は経験値が物を言うんですね。うん、これね多分ジャム合うタイプのパンだ。あとでジャムつけて食べます。てなわけでそろそろね、さらかちゃんの準備の時間が迫ってまいりました。今日はダッシュで家を出なくていいように
テキパキ動きたいと思います。さて 朝から、つけていただきましてましてありがとうございました。ランキング見ます。なんかショールームアップデートした、なんか新しい機能がついてる、よくわからないな。13位ケンケンさんありがとうございます。12位コウヘイさんありがとうございます。12位門脇健信さんかな、ありがとうございます。10位ともちさんありがとうございます。9位バイクコトさんありがとうございます。8位ピアノマンさんありがとうございます。7位ちさとちゃんありがとうございます。6位台湾ゆららさんありがとうございます。5位やすさんありがとうございます。4位とめさんありがとうございます。3位おちゃむさんありがとうございます。2位キャロンさんありがとうございます。そして1位はたたやまけんけんさんありがとうございます。イエイ、自分で作ったことなかったけど意外と簡単にできるんだね。まあ今日はね最初の工程をもう先に配信外でやってあったんで、あっという間だったんですけど、本来だったらもうプラス1時間、1時間から1時間半ぐらいかかります。はい、ということで今日はこの後お稽古頑張っていきたいと思います。みんなも良い一日をお過ごしください。朝からありがとう。またね、バイバーイ。